あっちの方がなんだか騒がしいな。子供が叱られてるみたいだ。あ、エクセキューターさん、お疲れ様です。いえ、皆さんこそ。外にはまだアブさんとの残党も随分うろついてますし、気が休まらないでしょう。はい、毎日警戒が続いていて、ただでさえみんなピリピリしているのに、モンダージが外に行かせろってうるさくて、もう手に負えません。モンダージ？あの子ですよ。ここでは知らない者はいない、札付きのモンダージなんです。グノーリ探検隊は超有名なの。悪い意味でな、まったく。グノの、このお方はアーシャからはるばるお手伝いに来てくださったのよ。それなのにあなたと来たら、これ以上恥をさらさないでくれる？え、アーシャから来たの？ねえねえ、アーシャってどんななの？もう自由に冒険できるの？ググも行きたいの、連れてってなの。また人の話を無視して。さあ早く家に帰りなさい。ほら、家に入るところまで見張ってるぞ。の、なあ。お恥ずかしいところをお見せしました。とんでもない。あの子は外に行きたいんですか？はい、冒険だとか言ってますけど、まあ遊びたいだけですよ。いくらおじいさんが有名人でも、こんな時に好き勝手されるのはね、本当に困ります。とにかく頑固なんです。一度言い出したら絶対に聞かないんですから。もうなりふり構わずですよ。大変だ。どうしたの？グノノが消えたんだ。あいつちょっと目を離した隙に。何ですって？外に逃げ出したに違いない。すまない、俺が油断したせいで。あなた、あの問題児、はあ、どうしたらいいの？ただでさえ警備で人手が足りないというのに、誰が探しに行けるというの？それなら俺が探しに行きます。今ちょうど手が空いてますから。本当にいいんですか？エクセキューターさん、先日の戦闘でお疲れでしょうに。大丈夫です。子供の命の方が大切ですから。それに顔もさっき覚えたので、すぐに見つかると思います。本当にありがとうございます。どうか一刻も早くあの子を見つけてください。よろしくお願いします。あの悲劇を繰り返さないためにも。え、ともかく急いで見つけないと。では行きますね。はい、お願いします。まだそう遠くへは行ってないはず。インニス周辺を中心に探してみよう。こっちに逃げたみたいだな。これはグノノの落とし物？あのオクトパス、グノノの落とし物を拾ったぞ。あの方向、まさか届けに行くつもりなのか？後をついていけば、グノノのところに連れて行ってもらえるかもしれない。脱出成功。ピピ、早く行こうなの。今晩
はウルトラ新月の日なの。これを逃したらもう次いつまで待つかわからないの。早く見たいの、本物の秘宝。秘宝？あ、追っ手なの。早く逃げるの。待て、逃げられたか。オクトパスだ。やっぱりグノノを追いかけてきたのか。これは。日朝にあった場所はここだな。この辺りの海洋生物ちょっと変だな。何かに怯えてるというか、ざわついてるというか。気がするの。ねえピピ、どう思う？おじいちゃんの日記に書いてあった隠し物って何なのかな。前は何も見つけられなかったけど、新月の日なら何か違うかもなの。あれ、今ググ前って言った？前って何のことなの？あれ、わかんないの。もういいの。とりあえず秘宝を探しに行くの。なんか知ってるなのに。ごめん、そういうつもりじゃないんだけど。ただここなんか変じゃない？そのググは何も感じないの？恐ろしいとか気味が悪いとか。勝手にこんな遠いところまで来るのよくないんじゃないかな。途中で諦めるの？ピピの育児なし。千載一遇って言葉を知らないの？
じいちゃんの日記に書いてあった通り、本当に新月の日に隕石が落ちたの。正確な場所は日記を読んだググたちしか知らないの。だから絶対に絶対大人たちよりも先に見つけられるの。わかる？つまりお手柄ってことなの。大人たちをギャフーンって言わせられるの。でも、でもじゃないの。せっかくここまで来たのに。大人たちはいつだって問題児とかただの遊びとか言うけど、この手柄さえあればもう誰もググたちをバカにはできないの。ふふーん。そしたら正式な探検隊として認めてもらうのも夢じゃないの。ググ怖いなら一人で先に帰っていいのね。ググはもう決めたの。何が何でも一番に秘宝を見つけるって。そんな、ググを一人にはできないよ。ふん、じゃあ勝手にしてなの。ダメです。ここから先は行けません。どうしてなの？隊長の命令です。隊長って誰なの？邪魔しないでなの。危険。とても危険です。行ってはいけません。このドロイド、ググのおじいちゃんの正体が置いてったものじゃ。ここから先は行けません。隊長の伝言です。目で見てはいけません。耳で聞いてもいけません。決して存在を認識してはいけません。もう、どういう意味なの？どうでもいいや。先を急ぐの。待って。なの、急がないと。ググ、大丈夫？え？大丈夫ですか？ここから先は行けません。立ち去ってください。目を覚まして。目を覚ます？大丈夫。目を覚まして。大丈夫か？あ、今のは。気がついた？ググ、なんでここにいるの？いつの間に？何が起きたの？頭がごちゃごちゃなの。タコのモンスターを追いかけてきたら、君が倒れていたんだ。どこかでぶつけたのか、水中酸素装置の部品が緩んでたよ。酸欠で気を失ったんだと思う。でも今修理したから、もう大丈夫。気分はどう？そうだったの。本当にすごく楽になったの。でもそれじゃあさっきググが見たのって。見た？よく覚えてないの。何かを見た気がするんだけど。とにかくもう平気なの。ありがとうなの、お兄さん。よかった。あとピピもありがとうなの。ピピがあなたを連れてきてくれたのよね。え？
でもそのググはまだ帰れないの。お願い、今日は超超大事な冒険があってね。どうして大事なんだっけ。とにかく大事なの。お願いお願い、見逃してなの。子供相手に手荒な真似はしたくない。だけど君をこのまま放っておくわけにもいかない。こうしよう、俺も一緒に探検するよ。探検が終わったら一緒に帰ろう。本当？やった。じゃあ一緒に奥まで探索するのね。それで秘宝の具体的な場所はわかるのか。あとどんな形をしてるかとか。多分知らない。日記帳にも何も書いてなかったし。でも実物を見たら絶対思い出せる。絶対わかるの。なんとなくそんな気がするの。ずいぶん曖昧な話だな。信じていいのか。先に進もう。前進前進。ノノ、通れないの。こうなったら待て。確かに衝撃を加えたら壊れそうだけど、下手したら洞窟ごと崩れかねないぞ。もちろん分かってるの。今言おうと思ってたの。子供だからってバカにしないでほしいの。ググだって冒険の経験じゃ負けないの。それぐらい知ってるのよ。そうか、余計なことを言っちゃったね。じゃあ経験豊富なグノノに聞くよ。こういう時はどうしたらいいと思う？もちろんグノーリ探検隊2号名誉隊員の出番なの。2号？俺たちの他に誰もいないじゃないか。ググの親友で頼れるバディ2号隊員のピピもずっと一緒なの。ちょっとどういうこと？ピピはすっごい力持ちなの。さあピピ、実力を見せてやるのね。障害物クリア。ちょっと待って。あの触手はさっきの。あ、何か見つかった？ググが探してるものじゃないの。多分損傷は激しいけどドロイドのようだな。だけどどうしてここに。分かんないの。ん？大事なものじゃないからどうでもいいの。ググが探してるのはこれじゃないの。探しているものは他にあるの。あの日。もう少し見させてくれ。すぐ終わる。はい、終わったよ。でもちょっと確認したいことがあるんだ。何なの？ノックって君のおじいさん？そうなの。ググのおじいちゃんってすごい人なの。さっき君が日記帳を落とした時ちょっと中身を見たんだ。それで少し気になってたんだ。そうだ、日記帳を返すよ。でもその前に
もう少し見てもいいかな。あ、おじいちゃんの日記落としちゃってたのね。気づかなかったの。おじいちゃんの日記結構長いから、まあちょっとなら見ててもいいので、終わったら返してなのね。もちろん。早く早く、もうすぐ目的地なの。どこか腑に落ちないんだよな。まああとはこの子についていくしかないか。どこだ？数字が書いてある。ベラの急通過だ。なんでこんなところに。岩の数字、日記帳のパスワードかもしれない。試してみよう。岩の数字、日記帳のパスワードかもしれない。試してみよう。開いた。日記帳にあった場所って、
あれはなんだ、幻覚か。なんだか苦しくなってきた。早くグノノに追いつかなきゃ。って通ったっけ？まさか迷子？ここ？こっちこっち！迷っちゃったの？グノノ、どこ行ってたんだ。まさか俺を巻こうとしたんじゃないよな。そっちこそ、急にいなくなるんだもん。ググ、わざわざ探しに来てあげたの。え？俺？そうよ、ググは逃げたりしないの。同行を許したからには、隊員を信じるのね。だから、もうはぐれちゃダメなのね。しっかりググ隊長の後をついてきてなの。はあ。あのさ、やっぱり大事な話があるんだけど。秘宝より大事なことなんてないのね。今いいところなんだから、話なら冒険が終わってからにしてなの。どうしたんだろう、海底に慣れてないせいかな。ほう、でも秘宝は絶対ここにあるの。疲れたんなら休んでていいの。ググはこの真ん中の穴を掘ってみるの。よいしょよいしょ。わかった、じゃあ頑張って。俺は周囲を観察しておくよ。よいしょ。ここがグノノのおじいさんが予言した隕石の落下場所か。でも肝心の隕石は見当たらないな。真ん中に隕石が落下した後のへこみらしき痕跡があるだけだ。予言が本当なら隕石は、いや、落ちたのは本当に隕石だったのか。どう？何か見つかった？じゃあ、それが探していた秘宝なのか。よくわからないけど、見つかってよかったよ。ほんの一時のものだがね、私は
再発見できた。これも一種の秘宝と言えるだろう。君にもそれを共有しよう。え？もし君が再び真実を探し求める冒険に出るというのならどうか忘れないでほしい。大切なものを犠牲にする可能性があるということ。知らない方が幸せかもしれない。なあ、どうしたんだ急に。大丈夫だ、すぐに戻れば。戻る。また無邪気な子供でいられる。これからも。大丈夫？お兄さん。俺、今何があったんだ？酸素装置が少しずれてたみたいなの。優しいググが直してあげたのね。当然のことなの。礼には及ばないのね。あ、いや、さっき君ちょっと変。いや、変なのは俺？一体どういう。何ブツブツ言ってるの？それよりスーパーハッピーグッドニュースがあるの。ご本。あなたはググに協力し最後まで探検しました。その勇気と功績を称えて、あなたをグノーリ探検隊3号栄誉隊員に任命します。パチ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 。うん、ピピは人見知りで出てこないからピピの分も拍手してあげるの。俺も隊員になったのか？そうなの。隊員には責任があるの。責任って？ググと一緒に遊ぶことなの。時間があるとき、ググと一緒に遊んで探検隊の活動にも積極的に参加するの。今度もっとすごい冒険計画を立てるから乞うご期待なの。ああ。うん。それよりさっき、その、グノの大丈夫？秘宝を見つけたのに、なんだかすごく悲しそうだった。そう？そんな覚えはないけど。ググ、疲れてた？ううん。きっと、あなたの具合が悪そうだったから、心配だったの。うん。じゃあ今日の冒険はこの辺にするのね。えへ、よし帰るの。キューあ、待って。大丈夫なの、一人で帰れるの。あれは間違いなく現実の出来事だ。さっきの夢とも幻ともつかない体験は一体どう説明したら。本当ヒヤヒヤしました。グノノは？あ、ご心配おかけしました。さっき無事に戻ってきましたよ。そうですか、よかった。あの子どうしたら分かってくれるのかしら。こうやって逃げ出すたびにみんながどれほど心配するか。よくあることなんですか？あの、実はあの子結構戦えるんです。それにすごく強い。なんというかペットのようなものがいるので、外に行っても大丈夫だと思いますよ。もちろん知っていますとも。それじゃあなぜそんなに心配しているんですか？これには事情があるんです。2年前になりますが、グノノはテニス仲間の女の子と一緒に冒険に出かけたんです。前の晩、海中で大きな揺れが観測され、現地のドロイドから隕石らしき物体の映像が送られてきたんです。それで2人は隕石を探しに行ったのでしょう。2人は2日間も消息不明で、戻ってきたのはグノノだけでした。しかもグノノは大怪我を負っていて、意識朦朧としながら
妙なことをブツブツ囁いていたのです。あの事件はインニスの人々にとってトラウマとなってしまいました。みんな口には出しませんが、あの子を気にかけ、あのような悲劇を二度と繰り返させまいと必死なんです。まさかグノノにそんなことがあったなんて。全然そんな風には見えません。はい、意識を取り戻したグノノは冒険中に起きたことを何も覚えていなかったんです。覚えていないですか？はい、検査では脳に損傷はなく、少なくとも外傷性の記憶喪失ではないことは確かです。性格も行動も前と同じで、ただ雰囲気が少し変わったんじゃないかという人もいますね。私は親友を失ったのに何もなかったかのように振る舞う方が無理だと思いますけど。親友を失った？ええ、そうです。いくら子供とはいえ、何が起こったのか理解できないはずはありません。今は捜索も半ば打ち切られた状態ですが、エクセキューターさん、もし探索中に何か目撃したら、ぜひご報告いただけないでしょうか？失踪した女の子はグノノと同い年で、名前はピシアスです。はい、わかりました。ご面倒をおかけしますが、どうぞよろしくお願いします。